井県永平寺町志比北地区。狭い路地を一台のワゴンタクシーが走ります。その名も、近くを助けると書いて近所タクシー。永平寺町の中でも公共交通空白地域にあたる志比北地区の住民にとって重要な足となっています。地域住民を乗せているドライバーも実は近所の人たち。地域の各町会長や団体の代表者などで構成する志比北振興連絡協議会の呼びかけで集まった住民たちです。近所タクシーは地域住民の支え合いで町を走っています。福井県永平寺町、近所タクシーが走る志比北地区の人口は710人。高齢化率は 44.6% と永平寺町の中でも一番高齢化率が高い地域になっています。志比北地区にはスーパーや病院がなく、地域の外へ出かける高齢者にとっては移動が大変な状態でした。それらの解決策として、ドアトゥードアの送迎事業が施行されます。近所タクシーです。地域交通としまして、コミュニティバス運行しておりました。1日決まったダイヤ、そしてまた停留所も決まっておりまして、一部の方にはご利用いただいてたんですけども、やはり特に高齢者の方、停留所まで、歩いていけない、距離、自宅から停留所まで距離があったりですとか、決まった時間にしかバスが来ないので利便性が悪いというお声をいただいておりました。それと同時にですね、永平寺町新しい地域交通を取り組み始めまして、永平寺町マース会議というものを開催しました。そこで大手自動車メーカーの方から、県外で地域の方が主役となった、デマンド交通をやっているというお話をいただきまして、実際にその先進地に視察に行って、じゃあこれを永平町でも取り組み始めようかというふうになったのが、まず第一歩目のきっかけでございます。地域の人たちが自分たちのできるところはしっかりやって、あとは行政とか県とか国にお願いしながら地域の課題を解決していくという、まさにお手本じゃないかな。特にですね、地域の人たちがリーダー中心にですね、一生懸命やってるという姿を見ました。はい、これだなっていう思いがあります。視察先のデマンド型タクシーは地域のタクシー会社が運行を担う仕組みでしたが、志比北地区では永平寺町が所有する専用の車両を使い、地域住民がドライバーになる仕組みを採用します。地元の人がドライバーということで、この事業をスタートしました。そのドライバーになってくださいよと、ドライバーの担い手というところが最初、どうなるのかなということで非常に不安でした。皆さん、分かりましたということで、皆さんの協力を得たっていうのは、本当に自分でも良かったなっていう、それと同時に、みんなそうなんだよねっていう、そういう感覚を私自身がつかみました。はい、現在近所タクシーの運行は協議会と事業主体の永平寺町、第三セクターのまちづくり株式会社全コネクトの3社連携により成り立っています。協議会では地域の取りまとめや利用促進、運行検証、まちづくり会社では当日のドライバー点呼や住民からの予約受付など運行管理を担当、それぞれが役割を分担することで運行しています。朝8時、近所タクシーの1日はドライバーによる車両点検と出庫前点呼から始まります。おはようございます。はい、石田です。はい、おはようございます。
対応 36.2 で飲酒、体調、異常ありません。ドライバーは拠点から町内の別の地区にあるまちづくり会社とビデオ通話でつないで点呼します。また当日の運行スケジュールや急な予約などはまちづくり会社で集約してからドライバーに伝えられ、ドライバーは運転に集中できる仕組みが作られています。通常タクシーのドライバーには2種免許が必要です。しかし近所タクシーは自家用有償旅客運送の制度を活用した仕組みのため、認定講習を受けることにより一種免許で運転することが可能です。一般的な免許でいいため、住民がドライバーになりやすいメリットがあります。車内はドライバーも含め皆顔見知りなので、とても賑やかです。まあ、死んでねやろ。うん、書き直してみて。みんな友達が10人ほど集まって、わわわわと一月あたりおよそ400人が近所タクシーを利用しています。地元の人を定期的に乗せ町内を走り回る近所タクシーは町の異変に気づきやすいため、地域の見守りの一翼を担っています。地域の見守り活動の一環としまして、まあ、一人暮らしの方最近利用がないなと言った時にちょっとご自宅にお邪魔をしたりですとか、例えばあと近所タクシーを運行している時にですね、まあ、道端にちょっと徘徊されている方がいらっしゃったとか、そういったことを社会福祉協議会の SOS ネットワークの方に一報の方連絡を入れて、いろんなその課題があるわけですね。あそこの道路ちょっと A さんの家からちょっと出たとこ危ないよねとか、これ今度ちょっと改善するように言わなきゃいけないんじゃないのとかって、そんなところがその地域を見守るというね、そういう役目もできるんじゃないかなと思います、はい、ドライバーは永平寺町が職員として採用しています。協議会をはじめ近所タクシーの関係者は安全運行のための研修会や街中の危険な場所の情報共有など定例会議を行っています。運転技術の向上だけでなく、街の変化や危ない場所などを関係者で共有しています。日頃は一人で全部やってますから、みんなで話すことがないんですよね。だからこういう意味では、この人はこう考えてるとか、そういうようなことがね、他の人がこんなことを考えてるとか、それが分かるだけでもやっぱりこの会議に意義があるかなと思ってます。自分の思いとお客さんに対する思いと他の人の思いの違いとか、そういうので、ああこうしなあかんねんなとかって自覚したりのためには役に立ってると思いますね。近所タクシーはさまざまな実験的取り組みも行っています。その一つがお弁当の配達です。コロナ禍の外出制限などで打撃を受けた飲食店とお昼に外食ができない企業をつなげようというもので、近所タクシーを使い町内の企業へお弁当の配達を行いました。人だけでなく一緒に物を運ぶ実験も行います。郵便局と連携した貨客混載です。配達ドライバーの減少に伴う地域への物流危機へのアプローチでしたが、現在は近所タクシーの利用者増加もあり、旅客だけを行っています。近所タクシーの取り組みは永平寺町内でも評判となり、志比北地区以外の町内2地区でも導入されています。志比北振興連絡協議会は新たな交通手段を作り出し、地域住民による強い連携を育んでいることなどが評価され、令和4年度ふるさとづくり大賞団体表彰を受賞しました。必ずね、応じるときにはありがとう、
って言われますし、そんなことはやっぱありますね、 やりがいとしては。町の、 あの区の役なんかもしてますけど、そういうので携わると、あ、あの人は県議にいるっていうのが確認できるので、そういうのが一番安心して自分でも一つで二つのことができるっていうことで利用、あのこれで役に立ってますね。まあ、今いろんなところでその支え合いの地域づくりっていう、地域自らその地域の活性化考えなきゃいけないよねっていう、なんか行政任せじゃないよねっていう、うん、そうですよねって私自身も思ってます。支え合いの地域づくり、これをなんとかやらなきゃいけないよねっていう、でその中で、うん、まあ、皆さんと一緒に、地域の人と一緒にこういう事業ができてるっていうことが、あの非常にあの地域として、まあ、自慢できるというか、あ、いいよねっていう、そういうあの満足感ですね。その言うてるだけではなくして、実際俺たちやってるんだよっていう、それはあのドライバーの皆さん一人一人にもそれが伝わるんじゃないかなと私は思うんです。地域の人々で支え合う近所タクシーは、今日もみんなの笑顔を乗せて走ります。